はい、えー、こんばんは、こんにちは、両方言っておきますけれども、えー、っとですね、今日あの風さんのね、アプリの方で、藤井風スタジアムライブ、フィーリング,グッドのブルーレイライブ CD 作品がリリース決定っていうのがね、出ましたよね。 12月25日、クリスマスですね。やっぱり水曜日にリリースするっていうのがほとんどなんですけれども、水曜日に決定いたしましたということですね。これあの、ブルーレイと DVD じゃなくてブルーレイと CD が出るっていうことですよね。えー、ね、なんか、CD が出るんだってこう思わず、うんって思っちゃいましたけれども、えー、まあね、 あのちょっとまた前に作った、はい。ねえ。あの、これね、えっ、ー、と、中で出していたお写真っていうのは、ピアノのところでね、自撮りしているようなお写真でしたけれども、えー、なんて言っても、あの、これね、ピースをね、こうみんなのところに出しているのも素敵でしたし、この寝、ね、転がってゴロゴロするのも <laughs> よかったですよね、ここね。 そして、この同じも素敵でしたが、まあ、こういろいろ、あ、はいはいはい、この、ね、ハートを作ったところも、本当にもう胸キュンどころじゃなく、キュン死しちゃいそうな感じでしたけれどもね。はい、えー、でね、はい。あと、あと、私の好きなところ、はい、ここですね。えー、このピアノに横たわっている、このお写真も本当に素晴らしい。本当ね、 あのスクリーンショットをしてもどの場面も本当にすごいんですよ。まあね、風さんだなって思うところですけれども、えっ、ー、と,と、私が好きだって言った、あの、とっても、あそうです、そうです、この顔です。もうね、神々しさが現れていますよ。えー あのね、こう、ハンカシウイ像とか、まあ、お釈迦様とか、よく半顔って言うんですけれども、うっすらと微笑んでるっていう、そういった微笑み。それがね、もうほんと、この風さんのお顔にも、はい、素晴らしいなって思ったんですけど、ちょっとね、あの <laughs>、ちょっと違うんですけれども、あのね、ここ半年間、もう一人素敵な、えー、 うるわしい、みめうるわしいお姿を見ていたっていうのは、先日亡くなった一条天皇、はい、えー、潮の秋久さんですね。彼もね、本当に神々しいお顔をされていたな、なんていうふうに思っておりましたが、いえいえ、ここでは風さんのお話ですけれども、まあ、嬉しい限りですよね。えー、どんな、はい。 まあ、ど、どんなブルーレイになるんでしょうかって言ったらこれも見てるのでその通りのブルーレイになるんですけれどもまたねえっ、ー、と今日の23時59分まではあの YouTube の方で、えー、配信されますよねあの8月24日のがそれもう一回ぐらい見るお時間あるかな10時だから10時から見て11時12時ですからあと2時間ぐらいは 見ていられるかなっていうところですけれども、まあ頑張って、そうですね。あの、なんて言っても、いち早く予約をしたいと思っております。というところで、今日はね、終了します。はい。